です。今日は最後の日です。やばいです。やばいです。今日は部活して頑張ります。で、手に行きます。おっす。おっす。ね、うん、今日何する？今日何すると？今日？ニーナがやりたいことを選んでいっちゃろ？うん、だけど、うん、もし雨降っとったらできんやん。ああ、なるほど。だけど、ドッジボールは多分なんかやけど。ああ、体育館でね。だけど、体育館は熱中症でなんとかなんとか。熱中症、うん、ドッジボール、うん、あー、体育館をね、うん、それで、見ていちゃう、それで、うん、中でできる、クラスルームの中でできるやつを、うん、みんなでピックして、それで何すると結局なんでもいいバスケットボール、うん、あと、なんちゃらなんちゃら体育館で集まってするらしい、ね、楽しんでね、最後の、ね、はい。こんにちは、ミュウです。とうとうアメリカ帰国間近となってきましたよ。キューデューニーナも友達がたくさんできて、しかもみんな思いやりあってたくさんサポートしてくれて、日本の子供たちの優しさに感動しっぱなしです。いつもはスクールバスで登校するキューデューもバスや電車の乗り継ぎに最初は戸惑ってたけど、まあだいぶ慣れてきたかな。パス入れんよ、チケット取る。助けを取る。これ？うん、一つ。いや、そう。後ろ。いや、全然慣れてないやん。アメリカはすごく厳しくて、なかなか子供たちだけで自由に遊びに行けないから、友達同士で遊びに行けることが本当に楽しかったみたい。動画に撮れてなかったんだけど、日本の学校に通い出して、特にディオンが、日本に住めんと？日本の学校に通いたいってずっと言ってた。みなこちゃんはというと、最後のお別れということでクラスのお友達が集まってくれました。このダンスはミーシャのスイートットっていう曲で、クラスで授業が始まる前に毎日みんなで踊ってた曲。もうみんな可愛いよね。ニーナも大好きで家でもずっと踊ってたよ。本当や、最後やね。最後やね。そうめん。何買う？今何買いたい？はい、ケーキ屋さん、お寿司屋さん、サーバー屋さん。これこんなんは？これも？おそれ大好き。レイラとかにもあげれば。うん。どれ？これも？これは何？チョコレートつけます。いいよ。これも？うん。これは？ラーメンとか。ラーメン。ラーメン。問題はラーメン。問題ラーメン。箱がまだ。うん。こんな嘘くさいのも美味しいじゃん。あ、焼き豚ラーメンとかもね。あっち行こう。 UFO いるね。うん、これしよう。どん兵衛でしょ。だから絶対それ食べる。ほら、あっちゃんいるから。あったあった。これもいるね。これ何？え？からし高菜。ごま味もいいね。ごま味。
ごま味。で、シンシンとかあるんだ。シンシンも買ってみよう。これも買ってみようかな。バース長浜の屋のやつ。それこんななっちまった。カレーヌードル買ってきたね。あ、来た。カレーヌードル。いいじゃん。ウーロン茶ってないよ、ね、黒ウーロン茶ティーバッグ。あ、ただこれにしようかな。ただウーロン茶しか飲めないんだよね。あ、うどんいるね。うどんこれ言ったろ。また後であのドラッグストアで買おうかね。いい、とりあえずこれで買おう。これだけ買おう。いい、これだけ買って、また足りんかったらスーツケースに入れてみて。いい、スーツケースでこれ全部ペースできる。できる、あ、できる、できるかな、できると思う。ああ、できるやろ。できる、買えばいけるよね。あ、そのために買うと、そう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 、そう持って帰れるやん、すぐパパッと。うんね、よし行こう。いや、今回も毎回帰国するたびに集まってくれるキヨリオの幼稚園時代の一面とキャンプしてバーベキューして温泉入ってほんと楽しかった。せーの、キラキラネイルがおにかわきイエーイ。可愛かったね、私たち。でどうする、かおりちゃん、これあの YouTube 見たら綺麗にこうなっとった。また会えるのは2年後ぐらいかな。みんな一緒に遊んでくれて本当にありがとね。今回母の体調が優れなかったこともあって、前半はホテル、後半は友達家族のお家にステイさせてもらいました。こんな感じでまるで実家のようにくつろいでます。そんなお世話になった友達家族とも今日でお別れです。さあ今日帰ります。そうだよ、本当にもうお世話、最後の最後までお世話になって、ね、本当。キヨリオ最後どうですか。あ、よくない。よくない、最後のじいたんばあたんちどうですか。よくない、よくない、最後や。さっきいろいろありがとう、お世話になりました、本当に。めっちゃ良かったね。ねえ、さあそれでは博多駅に向かいます。じゃあ帰りますよ。あ、まず東京に向かいますよ。バイバイ。バイバイ。またね。おーね、また来る、また来る、OK？ また来るね。よし、はい。感動いた。ほら、あとほら、みんなほらハグしてきて。ね、遊ぼうね。ありがとうみんな。ちょっとこれ。あれしていこう。ありがとうございます。
するよ。また一週間。ゆりかやってもらったけん戻したくないと、うん、ママがし直したらダメとダメだそうです。なんで、うん、全部飲むと、うん、アイスなくても。何で飲むと。だってゆりかかってもらったから。はい、東京駅着きました。ここはバスターミナル、なんか東京ミッドタウン八重洲っていうところに着きました。今からこっちの東京駅に行って成田行きのバスに乗ります。はい、その前にご飯食べる、うん、その前にご飯食べよっか。うどん食べたい。うどん、じゃあ向かいます。はい、ここアメリカの人好きそう。ヤンマ、なんかこういう重機みたいな扱っとう会社。さらに送らな、これ。キヨンくん先に行っちゃった。ね、成田に向かってる時に初めて照り焼きバーガー食べます。食べてなかったことメモがごわごわ。そうそうそう。
メリカに来ると？教えてって教えて早く教えて